ナイスキーパー。みなさん、おはようございます。おはようございます。今日は FCG の練習に行きます。はい、土曜日の午前中なので FCG のスクールです。はい、はい、今日の目標は、今日の目標はリフティングを、この前ハーフラインまで行ったから、そこから帰ってきたいのと、しっかりとキーパーは、いつも指示を、なんかごちゃごちゃになっちゃうから、しっかりと話せたい。話せたい。しっかり指示をこう伝えたいってことかな。そう。オッケー。じゃあ意識して頑張っていきましょう。はい。はい。それでは練習。ちょっと待って。天気。今日も天気がいいです。はい。幸次郎さんも。行っている。土曜日天気。ね、きっと行ってるね。うん。はい。ミナーズの撮影やってるんかな。やってるかな。はい、ということで、それでは練習場まで。タクトマシ。はい、到着しました。カルジャル、今日の練習頑張ってくるね。はい、それではレッツゴー、ミナーズゴー。え、なんもないの。カノチャル TV。ちゃっちゃん、なんで？
憩終了。ハノチャル TV ちゃっちゃん。はい、かのちゃん。はい。はい。何しとるん？え、絵描いとる。お、絵描いとるん。うん、上手やん。これね、うん、こっちとこっち。何描いとるん？うん、自分で考えたやつ？うん、そっか。はい。じゃあ今日のサッカーの感想を教えてください。はい。うん、ハーフライン、うん、行ったんだけど、うん、こうやって帰ってこようとした時に、リフティング？じゃあ帰っては来れなかったけど半分まではまた行けた。あ、すごいじゃん。試合の方は？試合の方はちょっと喉が痛くて、うん、あまり声は出せない。あ、花粉症で？そっか。ちょっと今日の目標が指示のところだったけどちょっと難しかったか。うん。まあまあそれはしょうがない。はい。じゃあ今日はこの後何するんですか？グルメです。はい。今日は珍しくグルメ。ジャイアントカズキさんみたいにね、グルメに行きましょう。はい。はい。それでは、グルメの場所まで。で、ドキドキニャン。はいつぶりだ？2年。2年ぶりぐらい？パパチャルの草津での、そうそう、草津での試合の後に行ってね。うん、餃子も美味しい。ジャイアント和樹さんもさ、よく試合の後さ、何食べて？ラーメングルメをしてる。ラーメングルメしてるよね。いつもしてる。ほとんどだね。全部食べた？はい。まだ食べてないよ。え？まだ残っとるやん。うん。ラーメン上に上げてみてよ。あ、そっちやない。ラーメンの器の奥見てみて。見えなかった。帰りにデザート買って帰るから。何か、アイス、アイス買う。シエテモセ行くか。汗いっぱいかいとるやん。かいてないよ。今日お化粧してる？してるわ。それがキラキラしてるんだ、うん、ね、はい、下にラーメンつけたの。じゃあごちそうさましてください。ごちそうさま。はい、ラーメン美味しかったね。美味しかったね。また来ようね。うん。ハナチャルも練習頑張るからまた見に来てね。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。せーの。ハナちゃん。おまけ。どうですかデザートは？おいしい。おいしい？何買ったん？ガリガリくん。ガリガリくん。てか後ろの障子やばいな。なんかまた小麦ときな粉破っとらん？あ、それカノです。カノ破った。そうなん、破っちゃった、うん、これお化け屋敷じゃね？やばくね。小麦ときな粉はね、障子のお化け屋敷が好きなんだよ。そうなん。今度綺麗にしなきゃだ。どう？うん、美味しい。お
風呂も入ったしね。どうした？食べて食べたら髪の毛乾かそうか。登録もお願いします。